昨日6月19日水曜日、国会において党首討論が1年ぶりに行われました。例によってね、年金2000万円問題が話題になりました。まさに討論というより話題になりました。今日日本の経済財政状況はいかがでしょうか。この経済においては私たち日本はこの20年間経済の発展がありませんでした。経済の発展がなく何が問題なんでしょうか。所得が上がらない、給与が上がらない、生活の困窮、富の再配分、格差の拡大。それではなぜこのように所得の格差、私たち日本の国でこの所得の格差が拡大したのでしょうか。これは安倍政権をはじめ日本政府が緊縮財政を敷いたからです。本来経済が停滞したとき、このときは政府が積極的財政を用いて日本の経済を活性化する、これが私たち民主主義国家、資本主義国家の当たり前の経済政策です、財政政策です。しかるになぜ政府はこの緊縮財政をやらざるを得なかったのでしょうか。これはね、よくテレビ新聞、まあおちゃらけテレビ番組、ここではね、財務省が悪い、時の大蔵省が悪い、財務省がろくでもないからだと、大体ここで終始して終わってしまいます。現実は皆さん、財務省個人がね、その省が悪いわけじゃないんです。日本の法律の中で財政法第4条に国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としてはならないと、すなわち国債発行を原則禁止している、この法律があるからなんです。財務省はね、日本の法律を守って忠実に頑張ってるだけなんです。この法律を改正しない限り財務省は行動できません。今日日銀は量的金融緩和政策によって大量の、ね、資金を市場にまあ撒いてしまいました。しかしこれらの大量に撒かれた日本の円はどこに行ったんでしょうか。そのほとんどが海外に流出したのではないでしょうか。この大量の円が海外に流出し、海外資産となっていますが、しかしその多くが不良債権になっているのではないでしょうか。
そしてグローバル企業、大企業の日本での収益が日本に再投資されずに、これまた日本の円が海外に大量に流出しています。日本国内での消費が伸びず、国内に民間の設備投資先が生まれない、この悪循環になっているのです。皆さん、この悪循環を断つにはどうしたらいいんでしょう。いわゆるね、政府の大胆な財政支出、まさに財政出動です。ここにおいてもはや民間にその投資先を求めても前には進みません。よって公共投資をやる、公共投資、そして少子化対策、さらには介護の人件費、これらに積極的に資金を、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。資金を出す。そして皆さん、ここで大切なのは外国人労働者受け入れ拡大、これは明らかに日本の景気を押し下げるのみです。これを中止しましょう。そして将来のインフレに備えて、日銀保有の国債と政府のその分の債券債務を創殺する、これもこの時が一番かと思います。まさにゼロ金利、この時おいてこの日銀保有の国債と政府のその分の債券債務の創殺は、この時期を逃してはなりません。さらにいよいよもって政府通貨を発行し、インフレ率 2% から 5% にする、これが今日取りうる財政政策、経済政策ではないでしょうか。